リリン、ハローパンダネールリンパネルのリントです。はい、本日はシェフィーさんの脱皮をねお手伝いしている動画でございます。まあね、お風呂で今温浴させていて、まあ私もねお風呂に、こっち浴槽なんだけどお風呂に入っております。でね、今日は珍しく両手を使えるようにと思ってやっています、ね、お腹のこの部分がね見えるかな、よいしょ、ここね脱皮してるところ、ペロペロペロってこんな感じでね。で今ねよいしょ、お腹あんまりされてるとまた嫌がるからね、この歯ブラシでこうゴシゴシしてあげて脱皮をね手伝っている状態になります。で、ね、結構ねこの脱皮痒そうにしてることも多いので、こう何て言うんだろう、手伝ってあげて、こんな感じでね脱皮を促進しております。でね、若干ねずっと触られるとうざったいみたいなそこはねあるみたいなんですけども、ちょっとずつこうやってね脱皮を取っていってあげてます。で、脱皮を取りながら今日ちょっとね、あ、うんちした。うんちした。ボワッつって。うわ、臭い。ね、臭いよ、シェフィーさん。一個ね、みんなに見ていただこうかなと思ってるんですけど、首元ってか口元か。こうやると、まあ、嫌がりはするんですよね。脱皮の時にこうやってやると、でも嫌がるんだけど、見ててほしいんだけど噛みついてこないので、実はこの首のところって、首とか口のこの横って嫌なんですよ、基本的に触られたりしてると。で、あとこの先端とかもね、で結構噛みついてくることが最初多かったんですよ、歯ブラシにね。でも最近噛みつきがもうないんですよ。あえてこうやって噛みつかせようと思っても噛みついてくれないんですよね。ほら、噛みつかせようと思っても噛みつきにならないんですよ。で、まあ、やらないけど、おそらく指をねここにやったとしても噛みつかれないんじゃないかなって私は思っています。こうやってて、ね、今軽く指やったけど大丈夫そうだもんね。ほら、実際に噛まれたらね、放送事故になっちゃうんで、やりすぎませんけれども、こうやってね、脱皮促進でこう、歯ブラシでやってるんですけど、この辺もね、脱皮皮がついてるんで、なので、こうやって取ってあげてるんですけれども、嫌だと、おそらく大体普通、これに対してバクって噛みついてくるんですよ。噛みついてきたんですよ、今まで。でも、最近もうなくなったね。多分なんだけど、私が日々ハンドリング、日々触るってやっていて、多分それによることなんじゃないかなって思っております。で、爬虫類の飼育の方法とか、まあ、基本的な飼育に関してよく言われるのが、まあ、爬虫類は触られるのが好きな生物ではないから、基本触らないとか、こう、なんだろう、触れ合うというよりは、干渉するっていう、ことをよく言われてると思うんですよね。まあ初心者向けというか、まあなんか世間一般的な。なんですけど、私はその飼育方法とちょっと違って、ほぼ毎日触ってるんですね、この子たち。まあ触れない日、その時間がなくて、なかなかちょっとこう触れ合いできない時間もありますけど、ほら、嫌がって逃げない、あなたの脱皮を促進して進めているんだ。で、世間一般的にはそういう言われ方ってね、かなりしてると思うんですよ。で、多分それを鵜呑みにしてる人が多いのか、その方式でいくとやっぱり人慣れはしないと思うんですよね。でも、まあ、毎日こう触ってあげたりとかすると、なんていうんですかね、なんか毎日触ってあげるからこそ、こうトカゲにも爬虫類もっていうところで懐くっていう原理が生まれてくるんじゃないかなって私は思ってます。
のでこう噛みついてこなくなったりとか、そういう風になってってるんじゃないかなと私は思っております。まあ、懐くっていうね、あのことはほとんどないとは思うんですよ。よく、まあ、私は生配信とかもね言ってるんですけども、あの爬虫類は基本群れをなすタイプの生き物ではないので、なんていうんですかね、コロニーを形成しないわけですよ。だからコミュニケーションっていうのも必要ないんですよね、あの野生化だと。でも他の動物って基本的に野生化だとコロニーを形成したりとか、まあ、コミュニケーション上下関係というか、あの社会性を持つ動物が多いんですね、あの哺乳類とかは。でそういう、なんだろう、社会性を持つ動物はおそらくあの社会性を持つからゆえに、コミュニケーションを取ったり、まあ、懐くっていう概念が生まれるんだろうなとは思うんですね。なので爬虫類はなかなかそういうのはないと思うっていうのもね、なんとなく意味はわかるんですけども、こうやって人間にね、飼育されているペットリザードとかだと、おそらくこうやって人間がねよく触っていくからゆえに、多分コミュニケーションとか、あの感情表現っていうのをこう覚えていくんじゃないかなって私は思っております。哺乳類に比べるとやっぱり知能としてはあんまり高くないと思うんですよ、あの爬虫類っていうのは。なので頭は良くないかもしれないんですけども、飼育していくうちに多分そういうのに慣れていくんじゃないかなと私は思っていて、だから爪切りの時は嫌がるし、こう音力でねやられて嫌じゃないことに関してはこうやって身を任せてくれたりっていう形で、まあ、最初はね人慣れから始まっていくと思うんですよね。だから触られることに慣れていく、で慣れていくうちにそれが慣れるから懐くに切り替わっていっているような私は気がしています。この子に関しては懐いてる気がするんですよね、この辺触るとね本来嫌がってパクってくるんですけど、まあ、来ないでしょ今。まあ一応気をつけてやってますけど、危ないなっていう時は指を避けますし、すぐ来ないでしょ。普通だったらこの辺こうやってると嫌がってパクってくるんです。あと口広げたりとか、口を開けないんですよそもそも。ほら今ね逆に口を広げようとして嫌がったね、ちょっとこう口を下にグッて引っ張ろうとしたんですけど、それがね嫌だったみたい。でもほら基本大丈夫だから、なんだろう、だんだんね慣れるから懐くに変わってる気が私はしてます。まあ親バカと言われたらそこまでなんですけれどもね、だからねちょっと不思議な感じでございます。まあね、こうやって日々触れている人だったらなんか慣れるから懐くっていう概念が生まれるっていうのを分かっていただけたような気がするんですけど、この子はね日々触ってるからなんかもう懐いてる気がします。まああとそもそもねサバンナモニターに関しては、あの他のペットリザードに比べると、まあ、おとなしいっていうのも、ね、大前提としてあると思うんですけども、でもおとなしいとはいえその中でもやっぱりなんだろうな、あの荒れちゃう子は荒れちゃう子もいるし、その子その子の性格、あと、まあ、飼い主さんとの、 あの関係性関わり方っていうのいろいろあると思うので、一概にこれがどうのっていうのはね言えないんですけど、うちに関しては私リントとシェフィーさんの信頼関係がちゃんと生まれてきてこうなってるんじゃないかなって思ってます。ほら嫌がりはするけど噛まないよ、噛んでみ、いいよ噛んで、ほら噛まないでしょ、噛んでくれたら放送事故みたいになるんだけどさ、噛まないんだから、うん、普通に嫌がるわけ。たまにね、テーラダックあります、あのしつけんだよこの野郎みたいなテーラダックありますけど、ほんとその程度になりましたね。お、かなり取れてきたね、よしよし。あとはまた音力させて、この子のね、脱皮を促進させていきたいかなと思います。はい、ということで本日の動画はこの辺で終わりです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リトでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。